Yellow kaya sa iyo. Yellow. はい、こんにちは。速稼塾の久保です。冒頭のですね、動画の方いかがだったですかね。もう非常に寂しいというか悲しくなるような事件です。まあタイトルつけるとしたら、これ悪ふざけで熊に石を投げてそのまま溺死させてしまったという事件なんですけども、まあご存知の方多いと思いますけど、私はビーガンでもないですし、菜食主義者ということでもないんですけども、人間に逆らえないことにつけ込んで動物虐待に及ぶ人っていうのはね、やっぱり私も怒りを感じますね。まあ先ほどご覧いただいたのは、人間の残酷さをそのまんま物語る非常に胸の詰まるような事件だと思うんですよ。まあなんとね、あの野生のクマに悪ふざけで石を投げて慌てふためく様子を笑いながら撮影してる人がいるんですよね。さらにそのクマを溺死させた光景、溺れさせたわけですよ。死んでしまったんですよね。その光景を見にしては爆笑している人がいるっていうね、悪質な行為だと思うんですけども、これはね、当然この動画公開されて世界中から非難の声が相次いでいて、まあ、あなたもねこれ見て同じように感じたと思うんですよ。まあこのような行為はもう逮捕されてもおかしくないような気がするんですけどもね。まあ片っぽではね、あのやっぱり人間ってのは動物たちを殺して食べたりとかしてるんで、そっちはどうなんだって言われたら、なかなか私もね一刀両断に答えにくいところあると思いますけども、まあこの事件はどこで起きたかっていうと、インドでの出来事なんですよね。昨年の5月に起こった出来事が今になって話題になったんですよ。2020年の1月ぐらいに話題になってるんですよ。で、これはなんでかっていうと、インドのとあるニュース番組で、野生のクマが人間が投げた石により、まあ、転落してですね、さらに溺死してしまったという件が報道されたんですけども、まあ、当時、クマはインドのとある村に出没したということだったんですよ。その時に、まあ、声を上げてね、ひたすら物をこのクマに投げつける人間たちが、まあそういうの怖くって、クマはね、やっぱり人間も怖いですから逃げていってしまったんですよね。で、逃げたところまでは良かったんですけども、もうこうなるとですね、人間たちは、ひたすら逃げるクマを追いかけるみたいなね、もう暴徒化したわけなんですよ。特に人間たちに危害を加えるわけでもない、ただ逃げているクマを追いかけていって、必要以上に追いかけて、まあ、それを避けて、クマはね、崖の上に行ってしまったんですよね。結局、崖の頂上まで追いやられてしまって、その絶壁ってのはすぐ下に渓谷がありですね、もう、谷ですよ。谷に水がドーンとすごい勢いで流れてるんですよ。で、クマちゃんもね、あまりにも怖さに震えて、で、住民たちが、もう、あと面白半分でね、もう投げてるわけですよ。逃げ場がないクマが逃げ惑うのを怯えてるのを喜んで、住民たちの投げた石を一生懸命避けたんですけども、まあ大きな石が投げて来られて、で避け切ることができずにクマはドーンとね落下してしまったんですよね。これすごいですね。まあこの後結局クマは流れに翻弄されてですね、沈んで死んでしまったということなんですけどもね。まあ当然ですけども、この動画をね、撮って、どうなんでしょうか。まあ、誇らしげにアップしたのか、それとも面白いから上げたのか。こうやってね、意味もなく、クマちゃんをね、こう攻めて殺してしまうと。ね、この、クマに石を投げ、溺死させた挙句に、大声で爆笑する声に非難が殺到する、そら、非難されますよね。まあ、無抵抗になった野生のクマを狙ったということで、非常に悪質なんですけども、まあ、ちょっとね、硬い話を言えば、絶滅危惧種にも分類されてるんですよ、クマっていうのは。このようにして死に至らしめるっていうのはとっても腹立たしい行為だとは思うんですよね。まあ、それとも他にどうしようもない何かの事情があったんですかね。このクマがいて、もう村人が本当に怯えてね、攻撃されて、もう犠牲が今か今かと出るんではないかというね、クマと人間の戦いみたいなのがあったのかなということもありますけども、ただ、最終的にですね、こう、いじめるように石を投げて、お笑い草でね、もう、転落させてるところを見ると、そんなにね、せめぎ合いをしていたような感じはしなくて、一方的にクマが不利なところに追い打ちをかけたような気がするんですけどもね。まあ、この映像を見る限りなんですけども、野生のクマに面白半分で石を投げて、溺死させたことっていうのは非難されて当然のような気がするんですけども、動物を物のように扱う人間たちは何とかしてね、取り締まっていただきたいなと思うわけなんですけども、まあ、私たちの知らないところに深い事情があったのかどうかってことですね。まあでも、クマであっても感情はあると思うんですよ。まあしかしね、冷たいことを言えば、仲間内でも殺し合ったり奪い合うのが人間ですから、大した理由もなく、傷つけ合うのもそれも人間、貶め合いをね、するのも人間の姿。
この行為とか笑い声、そしてこの動画ってのはそのまんま我々の正直な姿なのかなと思うと、ちょっと背筋のね、凍る思いがするんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それではね、これからも平和な世の中、何なのかなとか、人間ってのは誰に対して、鬼になって誰に対して優しくなれるのかな、なんかね、この映像だけ見ると、ただ単にクマさんかわいそうだなと思うばかりなんですけどもね。豚や牛をね、やっぱスーパーに行ってお肉食べてる私が言うのもね、あれですけども、これはこれで、なんか気の毒だなと思っちゃいますね。はい、本日は以上です。